皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の4回目、今回は多項式の減法引き算についてお話します。多項式と多項式の足し算加法って皆さんしっかり計算できるんですけれど、減法引き算ってミスする人が多いんですよ。どこをミスするかっていうと、括弧を外した時の符号、プラスとマイナスの符号ですね。ここのミスが多いんです。じゃあミスをしないためにはどうすればいいか、その部分を中心に皆さん今日ここで覚えちゃってください。問題は 2x-8y から 3x-10y を引いた差、これを求めましょうという問題です。これも2つの式を括弧に入れて、括弧 2x-8y 括弧閉じて引く括弧 3x-10y、 このように式を書きます。そしてこの2つの式の引き算の部分、これを足し算にして計算します。この引き算を足し算にするというのはすでにもう中学1年度に勉強していますよね。こんなふうに勉強しました。マイナス3引くマイナス5、この計算、引き算を足し算にすると後ろの数の符号が変わりました。マイナス5はプラス5に変わって、マイナス3足す5で答えは2、こんなふうになりましたよね。これと同じように考えてください。そうするとここの引く、これを足すに変えると後ろの括弧の中の式の符号が変わります。 3x はプラス 3x のことですから、これがマイナス 3x になり、引く 10y はプラス 10y と、こう変わるわけです。そして括弧を外します。イコール 2x-8y 引く 3x 足す 10y、 ドリル行動詞に順番を変えます。 2x-3x 引く 8y 足す 10y、 2x-3x はマイナス x ですよね。マイナス x、マイナス 8y 足す 10y はプラス 2y となって、答えはマイナス x プラス 2y と、こう計算できるわけです。これ縦の式でも同じです。同類行動詞を縦に揃えます。 2x-8y 下が 3x-10y と、これを引き算するんですけれど、この引き算を足し算に変えます。ここを足すにすると下の式符号が変わって、 3x はマイナス 3x、 マイナス 10y はプラス 10y、 こうなります。縦に計算すると 2x-3x でマイナス x、 マイナス 8y 足す 10y でプラス 2y と、ね、このように答えが出るわけです。ですから引き算を足し算にした時、後ろの括弧の中の式の符号が変わる、この部分をしっかり覚えておけばミスはなくなるわけです。で今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。